ご視聴ありがとうございます。ちもちもです、はい、今日はですね高崎に来てます。今日は2020年の1月29日月曜日ですね。鬼滅の刃のね駅になってるってことで、ちょっとね見に行きました。資格試験のね合格発表が、12月の25日にあったんですね。で、怖くて見れなくてですね、で次の土曜日の26日の日に、合否発表をちょっと確認してみたところ受かってたんで、それでああやっと受かったって言ってまあ疲れが取れつつあり、まあ冬休みにも入ったんでね、じゃあどっかね行きたいなと思ったんですね。はい、ということで今映ってるのが12系客車っていうね SL 群馬みなかみの客車が、置いてありますね。まあ高崎だったらね人が少ないから大丈夫かなと思ってまあやってきました。赤城号が、走っていきます。この特急電車は651系ですね。で、昔スーパーひたちとしてね、常磐線の特急として利用されてたんですけど、改造されて高崎線のね、特急赤城草津っていう名前で特急車両としてね、使われてます。12系客車の奥に茶色の客車が見えますけど、あれが鬼滅の刃の SL に使われてる客車なんですかね。 SL って多分回生ブレーキとかを使ってない、多分ブレーキシューでブレーキかけてるんだと思うんですよね。だからね電車では味わえない感触が楽しめるんじゃないかと思ってます。そろそろね、八高線が来るみたいですね。八高線といっても気動車の八高線が来ますね。でちょうどね夕方でライトがすごい綺麗に映ってたんで、まあ幻想的な光景でとってもいいなと思って撮ってます。あ、そろそろ来ますね。そろそろ八高線の気動車が来ます。キハ110系というやつが来ますね。高崎はね、駅のニューデイズで、高崎のだるまを買いました。あと、駅弁屋さんがあったんでね、だるまの駅弁をね、買ってみました。でこれがね高崎駅の、雰囲気ですね。ちょうど高崎線から東海道線に直通する電車が止まってますね。緑とオレンジの電車はねかぼちゃ色の電車っていう風に呼んでます。なかなかおしゃれなデザインですよね。この形の電車も確か昔東海道線走ってたような気がしますね。本当に30年ぐらい前に乗ってたような記憶があります。ということでね、高崎はこの辺にしておこうと思います。ということでね、以上になりますね。ご視聴ありがとうございました。